皆さん本当に本当にたくさんの愛をありがとうございました。まさかこんな泣くなんて思っていなくてですね、笑顔で笑って笑顔 100% で新たな一歩を踏み出そうと決めていたのですが、なんかそういかなくてでもなんかそれはすごく幸せなことで、みんながずっと終わってからもずっとそばにいてくれたりとか、メンバーのみんなが本当に大好きで、そして今日セレモニーを開いてくださって、グループにとってもすごく大切な場所のライブのアンコールという形のところで時間をいただけて、あ、なんか本当に幸せだなって、ごめんなさい、今もう頭がもう幸せしかなくて、幸せしか出てこないんですけど、皆様と出会えてすごく本当に良かったなって心から思いますし、日向坂になれてすごく幸せでした。本当に本当に本当にありがとうございました。あー、ありがとう本当にありがとうございました。サプライズもお日様の皆さんからのサプライズもあったし、メンバーのみんなからのサプライズもあって、サプライズなんてパニックになりました。もう本当幸せでした。ありがとうございました。やばい、絶対まとまってないありがとう